このフナウンさんちいうんが極葬儀カウンから9月いっぱいまでこう長い期間継続して出荷商類をで、それもアレキと社員と今の子供2品種を6月の頭から9月まで継続出荷するのがうちの部会の特徴で、でアレキで培ってきた技術というものを社員にも応用したり他のブドウにも応用して、それからこの加温技術いうのが他の産地に先駆けて確立して安定した生産が できた特徴になっております。今ご覧の通りに若い人が次々入ってくれて、で地元 の後継者もおりますし、それからニューファーマーとして他県から来られて一生懸命講習なり研修なり受けて、でもう一人前の農家としてどんどん活躍してくれております。で、うちのこの船の中 の役員なり重要なポジションとしてもう活躍していただきます。産地として高品質の安定生産ということで講習会を随時実施して底辺 のレベルアップ底上げをずっと継続しております。